さあ最近はね、世界中でエネルギー資源の供給がね懸念されているので、今回はねこの最新作ドリルディールというゲームで石油リーグを稼働して、そしてねその資金にたかってくる連中を撃退していこうかなと思います。さあチュートリアルやってみようかな。これね各この地域ごとに掘っていくんですけど、まあ、今北海ですね、イギリスの、まあ、北欧の方かの油田を取るよと。まずはチュートリアルいきます。なんかね海賊がね攻めてくるんですよね、石油を狙って。それを防衛する軍的なものも展開したりすると。さあカメラ移動ね、 WASD で QE が回転だよと。マウスボタンの3っていうのがどこかわかんないですけど、多分真ん中のことかな、ミドルマウスでしょうね。でキーボードで R キーを押すとカメラリセットね。で、このボタンはホイールメニューを開きます。このボタンのことなんですかね。さあスペースキーでゲームを停止することができるよと。さあこのプラットフォームの中央にはすでにドリルがある、もう掘ってますね。これが海底から石油とガスを抽出しているするために使用されていると。原油を稼ぐには製油所で精製する必要がありますということでね、急いで作って売らないと。今高いかな、やっぱ売ったらね、一部だと先物より高く出さないと買えないみたいなのやってますから。まず製油所を建造するよと。コストと建物ブロックが必要。まあここはブロックかな。どんだけ大きいっけね、あんま置けなかった記憶があるけど、なんかねタレットとか置かないといけないんだよね、敵のそのね蛮族の進攻に備えるには。まあ置いてみようか。あーなるほど、ん、あここに置くのね。さあ R はもう戻るみたいです。回転は何これ、 QE なの、あこうか、右クリックが回転なんだね。よしここに置きます。で従業員割り当てと。でこれ夜間と昼間がは別々にあって、確か夜間が効率が落ちるんだよね。さあジョン行け、ジョン、ジョンドリル割り当てる。うん、じゃあね働いてると。ああそういうことね、ジョンはドリルで働いているから、これフリーってことだね。翻訳のミスなんだろうけど、今暇だよってことだと思いますね。うん。で、熟練した従業員はより、もうよく働くと、効率的に。ドリルで言うと、こいつの方が上ではないよね、別にね。普通だね。こいつをここに入れるか。入ってんのかな。まずクリント・ウェストウッドが原油からのガソリン及び重油を精製していることが分かりますと。この後もう名前出てますね、クリント・ウェストウッド。あでも同じかな、夜と昼もね。で従業員の技術に基づく全体的な効率は生産速度に影響するよと。ほとんどの精製建物、まあ、施設ではアップグレード後に生産モードを変更することができると。同じ建物でも異なる資源あるいは異なる割合で生産することができると。で夜勤ね、建物は全て絶えず作動させることができる、しかしあなたの労働者は常時作動させることはできないと。夜勤中に働くもう一人が必要だということですね。ロジャー君行け。さあここでまず入れられたみたいです。次プラットフォームレベルだね。いくつかのテクノロジーおよび新しい建物のロックを開けるために油田掘削装置のレベルを増加する必要があるよと。上げるためには新たな施設が必要となると。
で、リソースを保存するスペースが限られています。スペースを増やすには倉庫が必要。俺はこう左下ね。食品コンテナですね。まあ彼らが生活するための基盤もね、この上で同時にやっていかないといけないと。食材と食事は同じコンテナに格納されますと。レベル2ね。レベル2の評判を得るよと。さあ今レベル2になったので、ツールチップには次のレベルに到達するために必要なポイント数が出ていると。800ポイント。今40なんで20倍いりますね。あ、でも40だからあと760か。なるほど。で、プラットフォームのレベルを上げると評判が上がり、高い評判は製品の販売価格を上昇させると。いいですね。評判が上がればね、利益率が上がると。で、いくつかの建物はその建物に隣接している場合、ボーナスが加算される。一方、その他の従業員地域のような建物には否定的になり得る騒音が放置されると。まあ、従業員がなんか休憩するスペースとかね、そういう場合だと横に置いちゃいけないよみたいなことなんだろうけど。これね。第二のクーラー。第二のクーラーって何？これでいいのかな？これクーラーなのか、そもそも。食品コンテナだと思うけど。で、チュートリアルの次、ボーナス。互いの隣に構築された同じタイプのコンテナは、このね、まあ、容量のボーナスが得られると、おのおのが 20% 容量が増えてるわけですね。で、ゲームを進めると異なるタイプのボーナスが発見される。資源のコンテナがそれらの近くで建造されれば、ほとんどの生産用施設はパフォーマンスボーナスを受け取れるよと。クーラーのうちの一つの隣にキッチンを追加すれば、キッチンは多くの食事を生産できると。あ、このボーナスはね、食事関係ボーナス。で、隣の建物にボーナスを与える建物の別の例は発電機。発電機を、隣に置くことで互いのね、発電量が増えますよと。まあ、それはね、試していっておいおいだよね。見ていってと。うん。ちなみにコネクターは、まあ、つなぐ部分だよね。パイプなどで、つながっていれば離れていてもボーナス得ることができるよと。で、次、ノイズ。互いに隣接している建物は、否定の、まあ、マイナスの影響を及ぼすノイズを放出するよと。ノイズは職業安定上用、なんだろう、仕事をする場所かな。を建造すれば使用する間に雇用満足のペナルティを受けると。ノイズね。ノイズの範囲は建物パネルの適切なアイコンのカーソルの上を置くことによりチェックする。これ、これ、これ、多分これ。こう押して、左上に出るやつがノイズだと。試したいけど、押せないんですね。で、左上に全体的な収入があり、今マイナスだよと。給料分だね。で、石油を売る契約がいるからね。今はまだ赤字です。さあ、契約で利益を出しましょうと。取引。10のために10ね。つまり1イコール1ですよね。これ1バレルってことかな。とんでもなく安いですけど。まあ、これがね、ドルなのか、ユーロなのか、ルーブルなのか、円なのか知らないですけど。だいぶ安く感じますけどね。で、徐々に上がっていく感じなのかな。さあ、契約は主な資金源です。契約への、サインはすべて午前輸送船が来て契約で、もう記された数量の資源を引き取ることを意味すると。で、なければペナルティなのかな？なくても全部持っていくだけか。なるほど。そんな契約ある？スライダー調整してね。5000。今何かあんのこれ。これ売るんだよね。450か。じゃあ、こうやってやってみるかな。640ってやってみて。18.8、4日間毎日。4日間毎日じゃないかな。あ、やって4日間毎日やってみようか。これ、あとの収入は今黒字ですと。これ、ちゃんと遂行されればだよね。
収入費あたり 12,164 18.8 って書いてあるけど、あーすごい多いね。全体的には 48,000 とおしおしおし、まあないですけどね、はったりですけど。次クライアント、油田掘削装置が成長するとともに新製品用新契約を一つするでしょうと。新たな契約ってことですね。今多分売る資源が限られてるからってことかな。こう迅速契約および長期間契約の両方を購入するオプションがあるよと。新しい長期間契約は以前に議論されたコントラクト、まあ、契約パネルで直ちに利用可能になるよと、まあ、さっきの部分だよね。 OKOK でクライアント、これは同じ固体燃料ですね。価格は変わってるか知んないけど購入してみるか。お金大丈夫あれ、とても払えると思えないですけどね。で次従業員パネル、うん、ニーズとか見られるよと。労働者はそれぞれ眠り食べる必要がある、娯楽も必要だと。従業員の休憩食事や幸福から目を離さないでくださいと。大丈夫大丈夫大丈夫です、給料さえ払っとけばね大丈夫でしょう。まあ、寝る場所はせめて作ってあげようかな。まあちょっと大きいですね、この辺に置いとくか。なんかメンテナンスも入れてますけど大丈夫ですか。一生建物パネル開けないんですけど新たな新しい建物でエリアパネルをクリックすることに開けようと。これここへ5人4人か4人まで入れるみたい。さあ授業見てください、彼は空腹です。次ビュッフェレストランだね。これボーナスでしょ多分。さあこれ食べられるはず。これ何、これどういう状態、製油所傷んでるっぽいですけど。ちなみにこの原油24時間のまあ何だろう、収支というかね、プラマイ量1日あたりマイナス503って書いてありますけど、倉庫がいるんじゃないですかねで次これ開くのね。はいはいと。食料の供給が低下しました、より多くの食事を料理するためにキッチンを必要としますと。うん、従業員のための食料が足りていないと。これね、食料を頼むみたいだね。船および、積んだ資源によってどれだけのスペースが使用されているか、またはどれだけ積めるかが見れると。これレンタル価格、戻った船はしばらくの間次の出発の準備をしなければならないと。出発の準備をしないとならなくて、その間に借りる場合価格高くなるのね。タイヤマなくやったら高いってことかな。食材頼んでみるか。10と80の間65かな。じゃあ確認、分かったと。リセットもできると920も払えますね。で確認と。で従業員に食事を料理する場所を与えてくださいと。よく先にあれ作ったよね行かれてるんじゃないかな。で、人を入れないといけないというところで、の前に発電機ね、小規模ガス発生機、ガス発電機かな、ガスから電気を作ると。いやー間違えた間違えた、だいぶ狭いですね。これ広がるっけな。あ船来た船来た。これは売るやつだよね。まあちょっと水やるか。でコックを必要としていますよと。あれ別に持ってかないな。オーダーズ
あれ、あそこはあれじゃない、原油じゃないと思ってんのね。さあこのね、緑帽子の人、多分料理人なんだよね。スキルマックスといいやつが入ってくれました。夜が来ます。昼間勤務の労働者は建物を去ろうとしていますよと。ここで夜勤が起き出すのね。で、授業見てみてください。彼はあまり幸福ではありませんと。幸福度、次エンタメが必要ということでね。映画館、ここで映画館見られるってちょっとね、豪華すぎやしないか。もうここで生活がね、完結しようとしている。夜勤なんだね。あ、いるじゃんいるじゃん。あれ、クリント君、クリント・ウェストウッドってさ、昼間勤務じゃなかった？石油製油所のね、原油製油所の。これで、従業員の幸福が回復していると。時間とともにいくつかの建物の技術的条件は下がる。あ、来た、あ、来た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 。でこそぎ持ってったね。さらばだ。また明日。で、建物が壊れちゃうよと。そうすると生産が止まるので、これがこのさっき作ったばかりのね、浄水施設でも起きてるよと。ここも起きてるけどね。で、修理のための工房みたいなものがいるようです。ワークショップ、激戦、いや大丈夫これ。置けなくなりつつありますけど、なんかオークみたいなやついるね。ワークショップ、ちょっと雇ってこないとダメじゃないかな。ジョンいける？ジョン、ドリルって書いてあるけど。もういなくなっちゃう、その生産系の人が。いいのかな、うん、停滞しまくってる今。で、敵の海賊船出ましたね。これ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 。おわーっと、撃ってきた撃ってきた。あいつらがね、攻撃してくるわけ、セキュリティ攻撃してくるわけですよ。発電機に発砲しましたと。今攻撃されましたけど、これ10以下に落ちると燃え始め、0になると破壊されると。ワークショップは損傷修理できるよということで。で、海賊への攻撃を得るわけだね。これ買って攻撃してくるんで。これもう、ブレイキングニュースですよ。石油リーグがね、攻撃されたと。防衛タレット行きましょう。これね、まあ、基本的にどこでも入るんで、この辺とか置いちゃって。で、操作できた気がするんだけどね。射撃モードアクティブにして、破壊してくださいと。あ、そうそうそう、これで。いやー、撃てるかな。いけ。よし、いいよ。これ安全ですね、と。これは自分で撃つんで、多いと連発できるのか、連発というか、一気にこうね、3発ドドドンっていくみたいな。あ、沈んでったわ。ざまあないですね。あいつなんか積んでないのかな？行かないとあいつらの元に。ちょっと近海でやるべきだったね。人も足りないし。さあ、ここ研究ツリーですね。うん。化学工場テクノロジーを買ってみましょうと。置けない気はするけどね。潤滑剤と。ありがとう。さあ、メンテナンス。輸送や防衛、遠征って何なんだろうね。まあ、そういうものが挙げられると。遠征は輸送なのかな。福利厚生。まあ、最近のね、ESG とかありますからね。しっかりと。ライフオブクオリティ上げていかないといけないのかな、従業員の。これは青がないやつだよね。これがないのかな。じゃあ生活の質を改善すると、ジムとか 3D 映画。じゃあこれ何、これ 2D か。 3D がいいのかな、だるいだけですけどね。PC VR コンソール、あ、ジャグジーそんな先なんだね。で、従業員福利厚生とはまた別であるよと。これによって例えば利用可能な従業員の数が増加したり、ああ、素晴らしい従業員が来たりということですね。
で、遠征。ゲームでの資源得るより面白い方法のうち一つは遠征。もう、何にも動いてないけど。よし、やってみようか。まあ、動かないんで遠征しようかなと。建物なんだね、そして。これか。小規模遠征造船所。おお、あ、こうやって広がるんだね。もう海賊の機種になっちゃうけど。置けないな、でも。必要としています。かつての油田掘削装置で右にバー移動させてくださいと。あ、この辺はいいんだね。では、造船所行くと、もう船ありますけどね。人も誰も誰を、おい、どんどんこいつ、もうなんか3回くらい仕事変わってるけど、かわいそうだな、いつも。あいつは育成されないね。成長しないわ。さあ、遠征パネル。うん。いくつかの遠征が終わると新しい遠征が開始できるよと。はいはいはい。これコストね。ガス。あ。まあ、でも全然ね、めちゃくちゃあるんで、ここ自分たちガス作って、それを使って遠征して持って帰ってくると。これはね、ボロい商売してますね。悪どい商売ですよ。僕たち自分たちでね、じゃあガス取ってきてね、ビットコインでもマイニングすれば、ここが帝国になりますけど。で、一人の従業員がいる、さっきのやつね、クイントくんだっけ。あの子が多分出ていくと思うね。で、まあ、こう今一つあるんでリストにあるよと。で、従業員。うん。この33これかな？水と食料がないといけないって感じですかね。うん。遠征がどれくらいで終わるかはこれか。8日なんですかね。で、すべて満たされると遠征ができると。うん。あ、いったいったいった。あ、なんかここか。近いじゃん。さて、潤滑剤を生産しましょう。あ、すぐね、遠征終わったね。あとの冒険家は、1000ゴールドを発見してきたと。ほう、これは、ね、いいですね。ちょっと次行きたいけど、次。ここね、これ。あー、でもないのか。じゃあもうこの子いらないよね。外そうかな、後で。化学工場を作ってください。雇用した従業員まで当ててくださいと。で、潤滑油を20個つければ終わりますよということで。こっちこの辺かな。うん、大変ですよ、まず。全部が大変。邪魔だね。多分どこでやっても邪魔なんじゃないかな、基本的に。まず何人かもうめちゃくちゃ雇わないとね。まず夜、掘る人いないんでしょ？それはどうなんだろうね。いるのかな。で、この映画館はそう一瞬入ってもう抜けてんのか。ライナイト。他は多分いいんじゃないかな。まあ、昼間にみんなニーズ満たせばいいもんね。ってなればもう工場だけ作っちゃえばいいか。小規模化学工場ね。製油所で精錬された石油から作れるよと。で、紫はなんだこれは。医療か。化学系かな、じゃあ。精油。あれ何になるの？ガス化製品生産、これだね。これが何もしないってことだよね。あ、そうじゃないか。これ何、白は何これ、オールマイティ的な感じかな。あれ持って結構みんな普通に優れてるんじゃん。だんだん低かったですね。まあいいや。これで、電気がないのかな？電気はないですね。さあ、急にほとんど起きるようになってますけど。電気どこだっけな？これか。いきますか、電気ボーナス。
ここで動くね。ギリ動いてるね。騒音かな。人いないですけど。騒音ペナルティ。あ、まあそっか、映画館の横からね、なんか落としたらいいのもんね。ガシャン、ドゥルルルみたいな。するんでしょうね。映画中に、シリアスなシーンで、すごい音がするよみたいなことね。これが騒音でしょ。これ周囲に騒音出します。指名された範囲内の建物は満足度が下がるよということで。なんで終わったね。騒音はあまり確認することなく終わったけど、横はダメなんだろうね。ただでもこれあった時点でここのシネマ大丈夫だったんで、まあ2マスくらいのね、幅があればいいんだろうなと。さあ今回ね、このドリルディール。まずはね、チュートリアル遊んできました。ここからね、ステージをクリアしていくタイプの、まあ、チャレンジ機能となっていくと。海賊の港とかも戦争してますけど、完全にね。サンドボックスまで来たよね。ここの辺まで来ると自由に作れるのかなと。さあ楽しい楽しいね、石油ライフを送りましょう。